大地くんがどうしても行きたいと言った蕎麦屋に来ています。大地くんがどうしても行きたい蕎麦屋というか、大地くんは蕎麦が食べたかった。あ、蕎麦屋、ごめんごめん、蕎麦が食べたかった。光明駅が何分ぐらい、これ何、駅から、駅から、駅からも歩いてとかやったらめっちゃ遠いぞ、これ。自転車車じゃない、車か、はい、車で光明、何分ぐらい、まあ10分後、まあ、5分、10分ぐらいにちゃうの。はい、入れたいと思います。今日は手打ち釜揚げそば村田さんに来ています。メニューめっちゃあるよな、セットあるんかな、めっちゃ気になる、これいい感じ、めっちゃ楽しみ。何人ぐらい待ってたっけ。4個、4組ぐらい。オープンと同時に来たのに4組待ち、やば。はい、待ってます。これらは何やったっけ、そばとざる、え、ちゃう、せんざるか、せんざるとライス、これめっちゃ気になる、めっちゃ面白いと思うちょっと、めちゃめちゃうまそう、量多いよ、うん、また9月入ったら飲み動画行きたいな。なんで9月にドンガメがどうぞどうぞ、美味しいやろ、美味しいんちゃう、酒出してんか、めちゃめちゃ安い、いや、あ、さ、前行ったところで一緒やぐらいの感じやろ、前行ったところで安いんちゃう、前行ったところで安いんちゃう、前行ったところでもめっちゃ食ったのね、千何倍だったの、これ一人、そんな日にならない、めっちゃ安いよ、そば打ってあるの、あるけど、一回これ飲み干すのはさ、卵混ざってるからさ一回これ全部飲まれたら飲めるで、あとは残ってる分でそばにしよう、ちょっと入れてもやってもらったのかな残しておいて、これいっぱい、今これ食われん、それは無理、はい、どうオクラ嫌いやったっけ、オクラちゃう、それシシトウ、シシトウ嫌い、嫌いやったっけ、野菜嫌い、野菜嫌い、順番も怒るんちゃう、そんなこれクレディブになる、野菜でな、ユリノが言うのと流れるとバケがしない、ユリノの方がかる、反面教師すごい、ニューちゃん食うの野菜、んあのニューちゃん食えへんかった野菜なんか買うことないから、クークーなめちゃめちゃ、順番は野菜くん、クーク、ほとんどあずさだ、クーク、
止めたくない。ちょっとしたこっちの。だって夜ご飯買わないの。なんで。いやなんか最近食ってないみたいで。食えへん。昼飯食え。あ昼飯か。食事だから。昼食ってたらさ、金がめっちゃかかるかもしれない。平日の昼間ぐらいは、ええわ、もちろん。たまにあれ、新地で、週に5日も食わんな。何ここじゃないの。